よう貴様ら、サイヤ人の王子、ベジータだ。いよいよ映画もあとちょっとというところまで来たな。いやー、俺様も楽しみに待ってるからな。今回の映画は、ご飯とピッコロが主役だ。ちなみに実は俺様は、ピッコロが一番好きなキャラだ。ドラゴンボールで泣かされる時は、ピッコロの時が多いからな。ちなみに作者の一番好きなキャラもピッコロらしい。一緒だな。ねえ、しかしやっとご飯来たなと。活躍するご飯が、戦いが嫌いだが、切れたら誰よりも強い、あのかっこいいご飯がまた見れる。いや、ほんと嬉しいな。そしてこの二人が主役ということは、師弟の絆がもう一回見れるということだ。もうファンからしたら涙ものなぞこれは。というわけで今日の動画は、今回の映画をもっと楽しむために、この二人の絆を再確認していくという動画だ。二人の絆の歴史を見れば、今回の映画でもっと感動できること間違いなしだ。それにドラゴンボールが大好きな俺様からしても、この二人のことは知ってほしいわけだ。行くぞ。まずピッコロとご飯の関係性についてなんだが、ドラゴンボール Z の最初にラディッツというサイヤ人が来るんだ。当時はそいつが強くて、カカロットとピッコロで戦って、カカロットがラディッツを羽交い締めして、魔漢光殺法でカカロットごとラディッツを倒したんだ。その後に俺様とナッパが1年後に来るわけなんだが、それに対抗するべく、カカロットがいない間に、あのピッコロ大魔王が、孫悟飯に修行をつけてあげるのが出会いだな。ピッコロは、ピッコロ大魔王と恐れられていた、とても悪いやつなんだ。そんなピッコロが子育てなんてもちろんしたことがない。対してご飯も4歳だ。あんな緑色したやつに急に修行だとか言われて、そりゃびっくりして泣くんだが、泣いたら首をはねるぞという、今では絶対放送できないパワーワードを繰り出すしまいだ。当時の視聴者はもうダメだ、おしまいだとなっていただろう。だがご飯には窮地に追い込まれると発揮するとんでもない潜在能力を持っていることをピッコロは知っていた。だから一人で6ヶ月生き延びろという4歳児にだ。ピッコロはただ放置していたわけではない。必要な時には必ず救いの手を差し伸べていたんだ。例えばご飯が恐竜から逃げて高い岩に登って降りられなくなり、寒くて腹を空かせていた時は気づかないようにリンゴを2つくれたりな。ご飯が満月を見て大猿になっちまった時は月を壊してあげたり、道着と剣をプレゼントしてあげたり、優しい部分があるんだ。ある程度ご飯が強くなったら、4歳児のご飯を修行でボッコボコにしてしまう。だがやりすぎて焦っている描写もあったり、寝ているご飯の顔に手を添えたりすることがあったりと、そこにはピッコロも気づいていない師弟愛がだんだんと芽生えていたんだろう。そしてナッパとの戦いでは、ビビって攻撃しなかったご飯を手刀で吹っ飛ばし、お前のような臆病者はいらんと決して甘やかさない部分がありつつも、最後までご飯を信じる部分もある。そしてナッパがご飯に必殺技を繰り出す際には、走ってご飯の前で身を挺してかばい、命を落としてしまう。ご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた一年悪くなかったぜ、死ぬなよご飯と言い残し涙を流し絶命する。その命を引き取る寸前までピッコロはご飯といた1年間を思い返すんだ。あの世界征服をしようとしていた、愛情など知らない、あの悪いピッコロ大魔王が他人を思い涙する人に変わったきっかけは、あの小さなご飯だったんだ。もう泣けるだろう。まあナッパと俺様のせいなんだがな。そしてナメック星編を経て、人造人間編でも師弟愛は止まらん。人造人間セルを倒すために、精神と時の部屋でカカロットと1年修行したのに、ご飯はもうピッコロが大好きすぎて、ピッコロの道着で戦うことを決意する。ピッコロさんの道着で戦いたいと。そしてセルとの決戦、カカロットが降参して、ご飯に全てを託すんだが、ピッコロだけはずっと心配してるんだよ。大丈夫かなみたいな感じでな。そしてご飯を切れさすために、セルがご飯を痛めつけてるんだが、我慢の限界で、絶対勝てないのにピッコロが加勢すると、カカロットと口論になるシーンでも、ご飯を思う気持ちが抑えきれなくなっているのがわかる。違うシーンでは、俺様がトランクスをやられたことに切れて、セルに攻撃し、返り討ちにあった際に、ご飯がかばって片腕使えなくなって、片手でカメハメハを打っている時も、絶対勝てないのに、待ってろご飯と言い、セルの背後から攻撃し、お前一人死なせるわけにはいかん。この俺に初めてまともに口を聞いてくれたのは、お前だけだったんだ。
と言いながらピッコロは何度も立ち上がって攻撃をするんだ。こんなかっこいい男まあいないぞ。相手はセルだからな。まともに口を聞いてくれたからって恩で戦えるような相手ではないぞ。こうやってどんどん二人の絆が深まっていくわけだ。ドラゴンボールスーパーではご飯の真の力を再び呼び覚ますべく立ち上がり、見事にご飯を覚醒させることに成功した。そして自分の腕を犠牲にしてご飯を甘えを捨てた戦士にした。これはご飯と長い時間を共有しお互い信頼し合っているピッコロにしかできない芸当だろうな。 GT では究極のドラゴンボールの下りでピッコロが地球と共に命を絶つことを選択した時もピッコロはご飯にだけはテレパシーでお別れの会話もした。しかもその時ピッコロはベビーに操られたご飯のカメハメハを食らっていて、おそらく命が長くないことを悟っていたんだと思うが、お前のカメハメハ相当効いたぞと弟子の成長を喜びつつ、自分のカメハメハのせいでってご飯が悲しまないように悟られないように、それを黙って最後に元気でなご飯と言い残し散っていった。こんな泣ける話あるか。王子大号泣だぞ。まあざっくりとだが歴史を振り返ると、ご飯はどんなに強くなってもピッコロへの信頼と尊敬を忘れていない。そしてピッコロもいつまでもご飯は可愛い弟子という素晴らしい師弟愛ができているということが、今回の動画を通してお前たちに存分に伝わったと思う。今回の映画はご飯もピッコロも覚醒するらしい。感動の師弟の絆も見れ、覚醒する姿も見れる。だ、本当に今回は楽しみだ。残念なことに不正アクセスにより放映が延期してしまったが、6月11日にやっと見れるな。強いご飯がパンや地球を守るために師匠であるピッコロとタッグを組んで戦う。相手は人造人間セルを作り出した因縁の相手であるレッドリボン軍。劇場のあの大きいスクリーンで見れるんだからな。予告動画見たんだが、ご飯の覚醒シーンと格闘シーンがかっこよすぎるんだよな。今回も薄のろご飯くらいかましてくれることを祈っている。それに俺様やカカロット、ゴテンとトランクスのフュージョンももしかしたら見れるかもしれない。そして肝心の敵、こいつは気になるな。予告で見るとこいつ相手なのかわからんが、結構な人数で戦っているからどんだけ強く手強い敵なのか俺様もワクワクしてきたぜ。俺とグッズな、どんなグッズが出るんだろうな。チコ玉買ってやろうと思っている。コスプレグッズで出たら迷いなく買うだろうな。お前たちも何を買ったかよかったら当日教えてくれよ。それと俺様は6月11日に見に行く予定だ。その日あたりにはネタバレ映画感想動画を投稿するだろうから、サムネとタイトルにも注意文を必ず入れるが、 Z リスナーも必ず映画を見てから見るんだな。最後になるが、本当に今回の映画に携わった関係者様には感謝しかない。何十年も経つドラゴンボールが今も映画が作成され、当時少年少女だった人たちも家庭を持ち、今度は親子で見に行けたり、世代を超えた愛される作品であり続け、そして年齢関係なくドラゴンボールについて語れる時代にしてくれて本当にありがとう。感謝しているぞ。そんなドラゴンボールスーパー、スーパーヒーローを絶対に見逃すなよ。それじゃあお前たち、劇場で会おうな。またな、またな。くだらん。